こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日は外から犬が吠えてますが、ちょっと、ちょっと思い浮かんだことがあるので、ちょっとお話しようかなと思います。基本その嫌いな人が出てくるじゃないですか。お姑さんとか。で、そこでみんな苦しむじゃないですか。なんか許さなきゃいけないっていう。で、親が言ってることは全部やらなきゃいけないと一緒で、まあ、なんか、姑とも仲良くやらなきゃいけないとか、旦那さんに姑と仲良くないと、夫婦仲良くなくなっちゃうとか、なんかそういうふうに思ってる方が多いんで、まあ別に、嫌いな人を好きになる必要もないし、許し続ける必要もないんですよ。じゃあ親の言ってることを全部聞いていくっていうことでもないと。まあ理不尽なことはあるし、困ったことはあると。ただし、すごい面白いというか、本当に一番嫌なことなんだけど、まあそこを見てあげる必要があって、まあ、例えば私の、まあ姑の話は何度もしてるんで、まあ結婚式ボイコット、子供に恐怖を与えて、自分の欲しいものを手に入れようとする、自己中、世間知らず、貧乏みたいな、いろいろあるじゃないですか。貧乏だから、お金貯めるのうまかったけど、まあ、いろんな意味で、ちょっと困った人、暴言吐くで、内輪にだけ暴言吐く、外のものに弱いとか、で、なんか内弁慶って。そういうのさ、悪いとこいっぱい出てくるわけじゃないですか。ね、人間的に。で、まあ、その部分をさ、許すとかさ、そういうのはどうでもいいの。ただ、それを、引っかかり部分っていうのがさ、必ずみんなあるわけじゃない？その引っかかり部分。私としてはやっぱりその世間知らずというか、世間知らずの割には大声で大口叩いてるよなみたいなのがあるわけ、なわけよ。ね？そういうのはだから、そこね、まずそこ。で、じゃあ世間知らずの割に大口を叩いてるな、この人は、みたいな。はい。で、皆さんわかると思うんだけど、それを、まず、一番最初に自分がやっちゃいけないこととしているだろう、お前はっていう話なんです。私が一番世間知らずのくせに大口叩くなみたいな。でもさ、私結構さ、やっぱさ、これは正しいとか、これは間違ってとか、ガバーって言っちゃってて、いや、もしかして、お母様以上に私って好き嫌い、そうでさ、好き嫌い激しいとかさ、感情的とか、めちゃめちゃ私感情的だけ好き嫌い激しい。え、もしかしてみたいな。そうなんです。そこが、自分が許可を出してない部分なんですよね。うん、例えば、だから、浮気する人なんて最低とか言う人は、自分が浮気症なのに、浮気は絶対ダメとかしてるから、自分は、その浮気をした人を許すか許せないかはその人の勝手なんですけど、自分にその許可を出してないっていうことを、理解することはすごくやりやすくなるんですよね、嫌いな人がいるときって。で、好きな人ばっかりとかだとあんまりそういうことができないし、あと自分の嫌いなところを好きになるっていうのはそこなんですよ。だから嫌いなやつを好きになる必要はないんです。その人も、まあ、はっきり言って、まあ、害しか与えてこないから、そういうのはきっちり境界線を引く必要があるんですけど、その嫌いな人が出てきた時ってめちゃめちゃチャンスで、自分はそれをダメとしてるんですよ。例えばなんかすごい怒る人とかいいじゃないですか、怒鳴る人や大嫌いみたいな、もう怒鳴る人大嫌い、自分がやっぱ怒鳴る人最低だと思ってるから、自分がまあ怒鳴ってもよくねって怒鳴ってみたりとかすると、結構いいところに収まりますね。別にその人と仲良くなるとか、いつも怒鳴られても気にならなくなるとかじゃなくて、違う展開が待ってるみたいな感じですよ。例えば、怒鳴るようになったりとか。あと、いつも機嫌でなんか返事するの最低、自分は機嫌で返事することができるようになったら、またちょっと変わってくるっていうか、なんかね、そこら辺のやっぱり自分とか、他人よりもやっぱ自分なんですよね、そこは。そこで自由を与えていく量を増やしていくと、だんだんまあそういう変な人も会わなくなるし、まああと、会わなくなるし、気にならなくなるし、自分の成長とか、自分のその枠が外れるから、もう海外に生活するとか、なんかよくみんなほら、いろんな体験をして自分の幅を広げたいとかさ、視野を広げたいって思うわけじゃない。
いや、でも嫌なやつに会った時ぐらい視野が広がるものはないっていうか、こんなことしても大丈夫なのっていう感じで見るんですよ。こんなことしても人間としてやってけんのみたいな。マジみたいな。でも、で、そっか、別にそのことを別に真似する必要はないんだけど、もしかして自分はそれをやってないかって。すごい、なんていうのかな、自己中な人とかが、もう、だとしたら自分も自己中みたいなことをやってみたいんですよ。自己中でいたい。本当は。で、それが外れると、やはりそこで自分のやりたいように生きていけるようになるんですよね。だってそこが批判してる部分、自分をブロックさせてる部分だから。その、なんか、そうなんです。だからね、結構ね、笑っちゃうんですよ。自分が嫌いな人を見て、うわ、私めちゃめちゃそういうとこあるわ、みたいになるわけじゃないですか。だって、で、そうなって、でそこの部分も、まあ、そんなに自分では嫌いじゃないかもなるし、まあ、その部分もね、愛してあげる必要があるんですけど、なので許すとかそういうのはよくわかんないんで、皆さん、そういうなんか一般常識みたいにハマる必要はないんですよ。その嫌いな人を許すとかじゃなくて、なんかそいつの嫌なところ何かなみたいな感じで見ていって、うわ、私それやりたいのかとか、なんか例えば本当怒るとか、インナーチャイルドすごいみんな嫌いで、怒るのも怒られるのも嫌いなんだけど、結構ちゃんと切れるようになったりすると、ちゃんとやっぱ変わりますよね、人生は。そう、怒れるようになったりするとね、そう。でもそれで笑っちゃうんですよ。怒ってるっていうのはあえてやってたりするから、自分でも、だからね、それはまあ、見てあげると思うし、私結構、あと人に対してもなんか偽善者だなとか思う人すごい嫌いだけど、自分も結構偽善者になりたいんよね、みたいなのとかもあるやん。当たり前だけど。そうそう。そうするとやっぱ枠外れるんだよね。すごいね、そこはね、面白いところなんですよ。だから、別に、絶対仲良くしなきゃいけない人がいるっていうわけでもなくて、そう思うと苦しくなるんですけど、そいつのダメな部分をチェックして、もしかしてみたいな。で、最初ね、もしかして絶対、それはコントロールしなきゃダメって思うんでしょ、感情とか。あと、なんか、最低だと思うじゃないですか、その部分って。例えばさ、でもさ、私嫌いだから、さ、結構娘の結婚式ボイコットとかさ、私考えられないなってやっぱ思うし、でもそれやったら結構笑えるじゃないですか。そういう感じ。なんか、いや、私、すっごいムカついたから、行かなかったとか。でも、例えば私は、結婚式でボイコットしないんですけど、授業参観じゃなくて、個人面談とかは、基本行ってないですね、娘たちの。あれさ、結構さ、そんな行かないで、こんなに行かない親も少ない、イタリアでも少ないと思うんですけど、そういうのだってさ、まあなんか、ね、そんな親最低と思う人は最低じゃないですか。ね、例えば、子供のこと考えてないのみたいな。でも別にそんな言っても言わなくても変わんないじゃんみたいな感じの私の考え方と、まあ、ね、そういうのとかもあるんで、まあ、別にその子供の将来は考えてないとかそういうことではないんですけど、でもそういうのって似てるんですよね、結局。だから私も結構そういうことやってるのに、別に、その結婚式ボイコットぐらいでわわ言うなっつうのっていう話なんです。そうそうそう。だから、自分をね、許す材料にはなります。本当に変な人に出会った時。マジみたいな。お金払ったのに仕事しないのとか。そういうのよくありますね、私ね。あ、でも自分がさ、お金払った仕事は絶対しなきゃいけないっていう。そんな非人情な人間はいないと思ってるから。そういうことがしたいの。でもさ、そういう自分もいるって認めちゃえば、ある意味、面白い。あ、そうかって。本当は私、羨ましいだけなんだ。な、別にその人たちとずっと付き合う必要はないし、そこはどうでもいいんです。はっきり言って。だって自分だから。人は一人で生きて、一人で死んでいくわけで。なんかね、そこをね、間違っちゃうと、やっぱり、人と仲良くしなきゃとかなるんで、それは本当に全然関係ないこと。だけど、そこから学べることはかなりいいことっていうことですよね。
なんかさ、やっぱりこう過去にあんな失敗したのに上々と生きてるってどういうこととかさあるじゃん。でも自分自身に対してもさ、それがすごい厳しくあったりとかするのかなと思いますよね。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。